大阪市立三軒屋西小学校は、大阪府大阪市、大正区にある公立小学校。大正区の北西部、大正駅の北側及び、西側を校区としている。1916年に、西区三軒屋地域で3番目の尋常小学校、大阪市三軒屋第三尋常小学校として、従来の三軒屋第一尋常高等小学校、及び、 三原や第二尋常高等小学校より校区を分離する形で現在地に設置された。三原や地域では当時、三原や第一校を男子小学校、三原や第二校を女子小学校とする男女別学方式で運営されていたが、三原や第三校については当初より男女共学として発足している。 1922年には高等化を併設したが、1930年には高等化を廃止している。国民学校令により、1941年には三原野菜国民学校へ解消した。大阪市では、国民学校への改変の際、従来、地域名称創立順の番号の名称で命名されていた学校については、 番号での公明を廃する方針も合わせて出されたため、三元や西の公明が採用されている。太平洋戦争の激化により、大阪市を含む大都市の国民学校について1944年以降、3から6年生児童の学童疎開が実施されることになった。大阪市では、縁故疎開を方針としたものの、縁故に頼れない児童については、学校から、 集団疎開に参加させることにした。疎開先の府県は当時の22行政区画区ごとに割り当てられ、大正区の国民学校には徳島県への疎開が指定された。三原屋西港では1944年9月以降、3年生以上の児童が徳島県阿波郡や渡町への集団疎開を実施している。さらに1945年になると疎開対象者が、 一から二年生にも広げられた。航区に残っていた一から二年児童も疎開に出発することになったが、1945年時点では、米軍が瀬戸内海に嫌いを伏設していたため、瀬戸内海を渡って、対正区の疎開先に指定されていた徳島県に行くのは危険と判断され、宮古島区の疎開先に指定されていた石川県へ疎開することになった。 三原野菜国民学校の一の二年生と付き添いの教職員らは、書類上宮古島区の淀川国民学校に転籍し、淀川校に疎開実務を委託する形で、石川県白衣郡白衣町への集団疎開を実施した。1945年3月13日深夜から3月14日、未明にかけての第一次大阪大空襲では校区に大きな被害を受け、 校舎も被災している。終戦直後の1945年9月17日には、枕崎台風により校舎浸水の被害を受けた。戦災被害の影響で、1946年には、近隣の三原屋東国民学校を休校とし、三原屋西国民学校に統合をした。また三原屋南国民学校についても、初等化を、 三原野菜国民学校に統合している。三原野南国民学校は高等化単独となり、休校となった旧大正国民学校敷地に移転したが、翌1947年の学生改革により廃止されている。なお大正校への移転前の旧敷地については、1947年の学生改革により誕生した新生中学校。 大阪市立大正第一中学校へ転用されている。三原屋西国民学校は学生改革により1947年に大阪市立三原屋西小学校となった。その後地域の復興により旧三原屋東国民学校が大阪市立三原屋東小学校として1958年に元の敷地で再開した。ありがとうございます。